どうも、おまっとさんでした。平次郎です。はい。夜勤から帰ってまいりました。動画の投稿が遅くなってしまい申し訳ございません。昨日の試合は8対4で、ホークスに負けてしまいました。いやー、惜しかったですね。惜しかったと捉えるべきか。まあ、まあまあまあ。ね。まあ、連勝っていうのも、いつか止まるものなので。5連勝でしょ？まあ、それはぼちぼち止まる頃ですわ。うん、だって5位のチームだもん。そこまで連勝なんてね、うまいこと続きませんよ。もうここは開き直っていくしかない。開き直れてお前らも落ち込むなって。顔上げろお前、顔上げろ。しかし長い試合でしたね。4時間49分、長い試合でしたね。現地の方は本当にご苦労様でした。お疲れ様でした。電車はあったでしょうか？終電は間に合ったでしょうか？それか、途中で帰られたでしょうか？延長11回に、まさかのね、クモンが出てくる。もう、3つのフォアボールですか。投げててよかったクモン式が、出さなきゃよかったクモン式になってしまいました。まあしかし、ホークスもライオンズももう総力戦だったからね。まあ、しょうがないよ、これは。よくその前のピッチャーたちも抑えましたって。うん。そこまでの投手たちを褒めたたえようじゃないですか。まあ、松本渡がね、まああと初回に4点許してしまったっていうのも、まあ誤算ですかね。まあ前回の登板がね、オリックスとの登板が良かっただけにね、今回も柘植とのバッテリーでやってくれるかななんて思いましたけども、まあそううまくはいきませんでしたね。まあ打撃陣の方では、西川、真谷がね、2本のヒット、4回のね、1点差に詰め寄り、2点タイムリー、ライト前の、よかったじゃないですか、そこはね。ちょっとずつちょっとずつ西川真也も一軍の空気感、投手陣に慣れてきている。これはプラス材料じゃないでしょうかね。この4回もね、源田のタイムリーで4対4と追いついたけども、そっからゼロ更新。ヒルマもな、昨日は5打数0安打、チャンスでも凡退してました。まあ、これで、だからといって、ヒルマをね、3番から、下げないように、スタメンから下げないように、よろしくお願いいたしますよ。松井監督。さあ、もう気持ちは明日に向かいましょう。明日はライオンズ、与座海人、先発。そしてホークスの先発は有原。まあ、前回有原はね、我々打ってるんで。そして与座海人は、ホークスに対して、決して成績悪くないです。防御率2点台と抑えてます。しかし、1勝2敗と負け越してるので、まあ明日あたり、打線が好調なので、まあここは奮起してもらって、ね、ホークス投手陣、有原を攻略してもらいましょう。はい、といったところで、今日の動画はこれで締めさせていただきます。明日は生配信させていただきます。ただ、明日ね、急遽、昼の現場が入ってしまったので、プレイボールに間に合うかは分かりませんけども、させていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしております。インスタ、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また明日お会いしましょう。さよなら、ライオン。君が勝利の女神さ。